こんにちは。こんにちは。チャンネルユニバです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今回のキャンプ場に到着いたしました。はい、こちらどこでしょうか。はい、千葉県柏市にありますリキャンプ湘南さんです。はい今回で4回目4回目です。チャンネルユニバ最多利用回数1位のふもとっぱらに並ぶトップ第4回目の来場でございます。はい、ただ毎回エリアが違うからね。そう、エリアが違って場所が違うので全然サイトの感じも違うんですね。今回初めての一番下のサイトにやってまいりました。はい、それではこの4回目来場になるキャンプ湘南さんから一泊二日の予定でキャンプやっていきたいと思います。はい、それでは今回のキャンプもご安全によろしくお願いします。こちらなんですけど F13 サイト、本当は駐車スペースが決められてるんですね。そうなんです。この部分が駐車スペースなんですが、私たち今日サイドタープなので、そうなんですよ。管理棟の方に行ってお聞きしたら、中に車入れていいですよ、サイトの中に車入れていいですよって言っていただけたので、今日は真ん中に、はい、中に入れさせていただきました。はい、こんな感じで立てていこうかね。はい、今日はここにね。そうだね、やりますか。はい、設営開始。よいしょ、ワークマン手袋。さあ2回目の登場となるカーサイドタープでございますよ。もう、ね、なかなか私もこれ気に入っておりますよ。もう俺今気が楽だもんすげえ気が楽、立てるのにね。うん、はい、多分これでサッシサッシしていくんだよね。赤赤こうクロスして入れるんだよね。ちょっと一旦行くね。はい、いいよ。はい、いいよ。はい、これ引っ張って、ちょっと待った、よいしょ。いや、これこれこれ、うん、そうそう、もっともっともっと、もうちょっと、そう、いくよ。それで見つけて、あった。うん、これどっち向きだろう。こうか。お、なんか自然に立ち上がっちゃうんだね。いくよ。はい、よいしょ。真ん中からやった方がいいな、ママ。おう、これ逆だな。うん、なんかまだ探り探りだから、ただこれの金具ここ取って、この2本をここに入れて締めるだよね。うん、あれできない。はい、これで OK。 で、あっち側もやってくれる。はい、じゃあ俺はこれパチパチやっちゃうよ。はい、はい、ごとく忘れた。あ、忘れた。あ、忘れた。お得忘れたね。ごめんね、お得。取りに帰る？いやー、いかん。いかんです。持ってきてもらう？今日バイトかな。いや、今日バイトだろう。なんで？ずっと休み多かったじゃん。しばらくバイトじゃないな。わかんない。お忙しいところ恐れ入ります。お願いがあるんですが、忘れ物なんですが、あのキャンプ部屋2階のニーニの部屋に、あのストーブのごとくって言って、上に乗せる丸いステンレス製の、なんだろう、ストーブの上に乗せる丸いステンレス製のもの、上とか下にこうね、ま、円があって、お鍋が落ちないようにこうねなってるやつなんだけど、 ある？そうそうそう、それそれそれ、持ってきてもらっていい？うん、あのバイトの時間で構わないから。じゃあお願いします。何？これもう入れて平気だよね、冷蔵庫ね。あー、大丈夫。あ、というか電源引っ張ってくるか。あ、うんうん。あ、パパ、ん、すごいもの忘れてた。何？バター餅。バター餅、あ、忘れてた。それはあの乾杯の儀の時、お疲れ様ウィーカーの時。
これでいかがでしょう。無視された。はい、いいじゃないですか。ね、うん。謎のバンドがいっぱいあるね。何を使うの。多少ピンとなるってやつ。双剣見ちゃ？違う違う。多少ピンとなるってやつ。うん。謎機能満載だよ。これだけやっとかない？あ、そうだね、うん、明るいうちにやっとこうか。明るいうちに前と、うん、これね、ドアね、ちょっともう運転席の方は開かない、うん、開かない。中に入って、うん、そのためにね、このヘッドレスト取りました。あ、なるほどね。前にアクセスしやすいように。アクセス、アクセス、ここまで来たらアクセス。お疲れ様でした。お疲れ様でした。設営が完了いたしました。設営完了の乾杯をしたいと思います、はい、はい。私はいつもの香り輝くハイボールテイストノンアルコールでございます。もうね、これね、新しくなっちゃいました。前のやつの方が美味しかった、ね。ママは金麦、いただきものの金麦でございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは4回目のリキャンプ湘南星空サイトにキャンパイ、キャンパイ、キャンパイ、冷えてる。今日のおやつはこちら、小池屋のポテトチップ、ちびちゃんの方です。5袋パックのやつを買ってきました。これいいね。これね、うん、いい、食べやすい。あとこちらバター餅、なんか見かけたので衝動買いしてきました。ちょっと美味しいかどうかよくわかんないですけど。あとママ大好き麦チョコ、ママ麦チョコ大好きなんですよ、はい。ルチャルじゃないけどね。このサイズいいね。食べきりサイズのね、かわいいやつ。あとはクッキークランチチョコレートです。これおやつで食べたいと思います、はい。うわ、すごいもちもち、もちもちしてる。もちだからな、うん、すごいくっついてる。これはちょっと手でいっちゃいましょうか。こんな感じなんだ。こういう感じですね。いただきます。割とうるさいね。おじさんたちがいる時間は割とうるさいね。うん、バターバターか。半分食べてみな。いや、いい。なんだよ、バルはいいです。デブデブの実だよそれ。デブデブの実。そこまでバタバタしてないよ。うん、バル。てかあんたそういうの好きだよね。うん。私も一口でいい。デブデブの実。胃が抵抗してるもん今。デブまっしぐら。せっかく痩せたのに。ね。どれぐらい痩せたんだろう。体重計に乗ってないから分からないけど。あれ太ってる頃65キロぐらい。おー。あのほら、マリンタウン伊東のお風呂行った時に。あ、はいはい。体重計乗った時65キロぐらいあったような気がするんだよな。もともと55キロぐらいだったじゃん。まあね、10キロ太ったって言ってたんだから多分そうなんだと思う。今何キロだろう。まだ食べんの。いや、だってこれ残しちゃってもしょうがないじゃん。ご飯食べられるの。他のやつ食べるわ。いや、食べんのかい。私は開けることすらためらってるのに。ママ食べられる？ご飯大丈夫？それまでに腹ごしらえしとかないと。腹ごなしな。日本語おかしいよ。やっぱりそうだ。ん、セレナがさっき入ってきたと思ったら一番奥に。セレナ、うん、意外といるんだね。ね、うん、乾燥かと思って。そう、本当マジで乾燥かと思って。雨、天気悪いしさ。ね、キャンプブーム終わってないんじゃないの。ね、うん、終わってるっていうのはさ、言いたい人たちだけだよね。数字を取りたい友人。昼に食べたパンが美味しかった。ヤオコーさんはね、うん、美味しい。美味しいね、うん、美味しい。カレーパンもパン美味しかったよ。あ、カレーパンね、うん、美味しいって言ってたね。美味しかった。今度行ったら辛口買おう、うん、ちょっとね、辛口食べたいなと思った。あ、辛口はねちょっと形が違うんだよ。ちょっとこんな感じ。なんか俺はピロシキみたいな、こんなさ
形だったけど。なんだよ。ピロシキって言ってるのか、風呂敷って言ってるのか。どっちなんだろう。ピロフキって。ピロシキ。ピロシキ。サシスセソって言える？サシスセソ。言いにくい？サシスセソ。グランドシート？敷く。敷くだよね。敷くだよ。敷くじゃないよ。敷くだよ。俺さ、なんか低く低く言ってんだよね。低く低く言ってる。低く低く言ってんの。敷くだよね。敷くですね。敷物ですからね。そうだよね。敷物だからね。グランドシート敷くだよね。敷くですね。ママ敷くって言ってるよ。でも私、あなたも、ああ敷く、これ敷くって何それ、バカにしてんのよ。いや本当に、いやで俺も自分で編集しててさ、テロップでさ、ほら自分らの子供が出てくるじゃん、引くってなんだよね。あやっぱ引くって言ってるんだよ。引くじゃないな、敷くだなと思って。でもさ、これ敷く、グランドシート敷くって、でもパッて言ってみない、言いにくいから。グランドヒート、グランドヒート。もうそこまそこまでもいけない。グランドシート敷く、まあ、言いにくいでしょ、うん、言いにくいね。だからなんとなく楽して言おうとするとグランドシート敷くってなっちゃうんだよ。確かに、うん、グランドシート敷くなんだよね。でね、うん、他の人は何て言ってんだろうと思ってさ、竹めぐさんの竹さんもね、敷くって言ってた。これグランドシートを敷いて、フロアマット、フロアマットを中に敷くんだ。へえ。言ってるとか、敷くって言ってると思って。それでは今回のレイアウト紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、よっしゃ。今回はカーサイドタープでやってまいりました。ネイチャーハイクのカーサイドタープでございます。小川と悩んだんですけどね、僕らが見た頃はこの前が開くタイプがなかったんだよね、うん、でもこの間のアウトドアデイジャパン行ったら、なんと売ってたね。ね、前開くタイプがね出るみたいです。あと小川さんはね、横も開くんで、横も開くし前も開くと、うん、あれいいね。ただちょっと狭いかなと思った、うん、ここまで広くないでしょ多分。あれで広ければいいんだけどね。まあ外はこんな感じですね。はい、横はこんな感じになってます。まあ雨降っても多分大丈夫じゃないかなと思います。うちは吸盤じゃなくてもうね、にじめバンドで固定しちゃってます。こんな感じ。これもうこれで3箇所ね引っ張ってます。こんな感じで。で今日は車で寝るので、車の中はこんな感じになってます。ちょっとまだ寝床準備してないんですけど、これもう寝るやつです。寝袋、あと N ウォーム、ちょっと寒いかなと思って N ウォーム一応持ってきました。よし、で中はですね、いつもの場所を取らないナチュラルシーズンさんの椅子、あとはまだちょっとね心配だったので今日もね石油ストーブ持ってきました、はい、でね今日ここで電源があるんです。ずっとあそこに。なので一応コードリール持ってきたんですけど、ポタデも持ってきてるので、もしかしたら使わないかもしれないですけど、一応つないであります。で最近はもう暖かくなってきたので冷蔵庫を持ってきました、はい、ポータブル冷蔵庫。もうこれを使うと手放せなくなってしまいますね。あとはこの辺のね、ママはね、ママの小物ボックスがいっぱい並んでます。はい、あとテーブルでしょ、お菓子、はい、で石油ストーブを持ってきた、ストーブバッグはこのままゴミ箱になってます。で今日はね、あの薪を燃やすような焚き火はしないんですけど、一応でも焚き火台を用意して、炭を起こして調理にね使いたいと思います。だ炭だけ持ってきました。今日ね薪は持ってきてません。ちょっとまだ焚き火台用意してないんですけど、これから焚き火台を、まあ今ちょっとカメラが置いてあるこの辺に設置しようかなと思ってます。でこれが温度計、今ね20度ですね。これ多分ね、
正確な温度多分これだとね測れないと思います。なぜかというとこの鉄板が熱くなると温かくなっちゃうし、鉄板が冷えると多分冷たくなっちゃうと思うので、あんまりねここにくっつけておくのはあんまり良くないのかなとは思うんですけども、よいしょ、まあ、こうやって置いておくのがいいのかな。こんな感じ。これはこの間新しく買ったランタン、磁石つぶもついてるのでこういうところにくっつけることができます。うちは車そんな高い車じゃないので気にせずこうやってくっつけちゃってますけど、いい車乗ってる方は抵抗があるよね確かにボディに傷つくかもしれないからね。そうで温度計、これない、ここの温度を測るやつで、外気を測るやつがこっちに置いてあります。で雨降ると防水じゃないので壊れちゃうので、雨降りそうな時はうちはこうやって後ろのタイヤとか前のタイヤの上に置いてあります。これならね雨降っても濡れることないので。はい、今日はねこんな感じでやっていきます。さてと今日はですね焚き火はしないんです。ただ火を使った料理はしたいので炭を起こしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。家にね眠ってた薪を、薪じゃないや炭を総動員しました。なんかウッドチップ入ってんのかなこれ。ウッドチッパーが空です。先生頑張れ。マジか、文化焚き付けだけでやりましょう。うわこれ超中古だよ。ママいつ使ったんだか分かんない炭が入ってる。うん、とりあえず2個ダメだったらまた投入します。いってらっしゃい。はい、息子くん登場。息子くん、忘れ物ってきてくれました。ありがとう。 Thank you。 悪いね。今からこのまま、このまま仕事。サンキュー息子よ。いってらっしゃいまし。いってらっしゃい。はい、時刻は6時になりました。はい、ちょっと早めに晩ご飯の支度を、はい、ちょっと明るいうちから始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで今回いただき物がたくさんありますので、はい、あります。ちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、お酒からいきますか。はい。はい、お酒を作る製酒会社、いい酒が搾れた。美味しいのができたということで送っていただきました。ありがとうございました。はい、で私には日本酒。じゃじゃーん。純米室賀生原酒。これはタケノコでいいんですかね。タケノコですね。若竹屋酒造場、酒造場。若竹屋酒造場、若竹屋酒造場ですね。酒造で多分お酒を飲めないということで、はい、甘酒を送ってくださいました、はい、ノンアルコールでございます。ノンアルです。ありがとうございます。ありがとうございます。これも一緒に送ってくださったんです。おちょこ
2つ送ってくれました。ありがとうございます。これがね、かわいいの中ね、ニコちゃんマークになってます。ママはいただいた日本酒を生原酒をいただきます。私はせっかくなのでこの甘酒をですね、はい、おチョコで飲んでみたいと思います、はい、純米無濾過生原酒いただきます。いただきます。あ、すごい、なんかまずは香りから。あ、香り、あ、わかんねえ、香りわかんない。あ、飲みやすい。おー、うん、日本酒、日本酒。おー、おー、あー、なんと言えばいいんでしょう。なんかね、神社にいるみたい。神社、うん、うん、神社の味がする。神社の味、よくわかんないけど。さあ、お次は、はい、まだあるんです。お肉をいただきました。はい、それがですね、こちら、じゃじゃん、池口精肉店さんのめっちゃいいお肉。めっちゃいいお肉、はい、なんかね、広島のお店で、あの横山三等兵さんがよくこれを食べて絶賛されてるらしいんですけど、僕の誕生日にあのいろいろ送ってもらった中に、これを、うん、まあ、ぜひね、食べてくださいということで、うん、あの送っていただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はるばる広島からやってまいりました、うん、お肉、はい、池口精肉店さんのお肉でございます。ただですよ、ちょっと今日はですね、他の国産のお肉をご用意しました、はい、でこちらでございます。じゃじゃん、黒毛和牛もも焼肉用、はい、というわけでこれ黒毛和牛 VS 池口精肉店のお肉やってみたいと思いますあっと、りゅうちゃんが反応しました。おっと、りゅうちゃんが反応しました。りゅうちゃんはね、牛肉を見るとそわそわしちゃうの気持ち悪い、はい、では行きますよ、はい、池口精肉店ギフトオープン。はい、お願いします。おー、あ、すごい、ちょっとちょっとちょっとすごいんじゃないですかこれ。唐辛子、唐辛子っていうところですね。唐辛子、これですね、希少レベル4、霜降りレベルは3。あ、イチボだ。おお、イチボ、唐辛子とイチボが出ました、はい、イチボはですね、はい、希少レベル4、霜降りレベル3でございます。おお、まずはじゃあ池口さんの方から行ってみましょうか。はい、どっち行きます、唐辛子ですか、イチボですか。イチボで、イチボ行きますか。はい、じゃあイチボ行きます。おー、いい色だね。あ、でもやっぱり塩が欲しいよね。塩こそ出そう。ママ、焼きすぎ注意報が発令されました。はい、焼きすぎ注意報が発令されてます。もう出して、いいですか。はい、あなたはこれぐらいでいいと思いますよ、はい、私はまだ焼きますけど、はい、いただきます。いただきます。池口精肉店さんのイチボでございます。塩コショウとレモン汁でオーソドックスにいただきます。うん、もっと噛み応えもあるね、うん、何でもあんね、うん、続きましてさっとでいいね、それはね、いい、薄いからね。唐辛子いきますよ。もういいと思います、いただきます。うん、それはね、大丈夫だと思う。うん、どう、うん、あ、これもも、全然違う、これももだね。唐辛子、いちぼ、もも、全然違うの、全部全部違う、4種類ある。あ、ほら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 、あ、なんだ、羽下だって、羽下、やだ、全部あるじゃん、4種類ある。今食べたのはももでございます。もも、うん、ももね、うま、もも、うま、こちらももでございます。いただきます。うん、ね、ももっすね。あー、やばい、ももうまい、うまいよね、うん、こんな感じですね、うん、羽下、唐辛子、もも、いちぼ、いちぼ、うん、いちぼの髪が見えない、いちぼです。うん、次羽下いきますよ。はい、お願いします。羽下も結構ね、サシ入ってますよ、うん、いいっすか。はい、どうぞ、いただきます。うん、麺が全然違う、うん、続いて最後4枚目唐辛子でございます。まだ凍ってんだよね、これ。唐辛子はね、ちょっと
サシが少なめというか、結構量あるねこれ。あるね。ある。なんか持って帰るか、うん、これでやめて、うん、持って帰ろう。これでちょうど冷蔵庫持ってきてるから、うん、申し訳ないんですけど、このまま行くとね、うちらまだ控えてるんですよ。まだね、イカとね、ホタテが控えてるんで、うん、ここで我々ちょっと打ち死にするわけいかないんですよ。その後カップラーメンも控えてるからね。そう、その後ね、カップラーメンも控えてるんですよ何を思ってそんなに買ってきたのかよくわかんないんですけどさあ、何でしたっけ、針金、うん、あ、なんだっけ、唐辛子うん、うん、うん、こっちは肉肉しい感じの、うんうん、あ、うん、出ました、星3つ、うん、どれか、どれがいいか出た、うん、出ましたね、うん、あ、4個食べました、はい、唐辛子、うん、いちぼ、もも、羽下、うん、いきますよ、はい、せーので指さしますよ、はい、優勝はせーの、唐辛子、あ、これね、一番美味しい、美味しい、どれも美味しいんだけど、うん、我々には一番合ってる、うん、あのお肉、肉肉しさと程よい刺し、うん、そうそうそう、ね、油の甘みもちゃんとあって、そう、油がね、これがちょっと美味しいかも、うん、好みはね、唐辛子でした、唐辛子です。ももも美味しかったよ、はい、ももも美味しかったです、うん、ただね、我々もう年なので、うん、刺しのあまり入ってない唐辛子、入ってないのか感じないのか分かんないけど、はい、これが一番 ね、肉肉しかったね、うん、そんな感じになりました。美味しかったよ、はい、ちょっとね、これ今日これ全部食べちゃうとこれお腹いっぱいになっちゃうので、はい、息子くんに取っといてあげようと思うので、これはちょっとね、はい、あのこれで退場させていただきます、はい、さあやってまいりました。さあ、広島の美味しいお肉を迎え撃つのはこちらでございます、黒毛和牛シンシンでございます。2枚ずつでいくよ。あ、これさ、塩コショウ、あれの匂い、サービスエリアで売ってる、あサービスエリアの匂いね、うん、全然こんな匂いしなかったよ、さっきのお肉、さっきのお肉はこんな匂いしなかった。なんで急にサービスエリアになった。いただきます。はい、いただきます。あ、どう、食べた、食べた、うん、うん、言っていいっすか、うん、うまいっすあのね、うまいっす、美味しいんだけど、さっきのと比べるとお肉の脂の甘みが全く感じない。あー、うん、うん、うまいっすでもやっぱりね、脂の質が違うのかな、違う、ね、全く違う、うん、さあ続きましてですね、はい、同じヤオコーさんで買ってきた、はい、こちらのイカを焼いていきたいと思います。なんかすごい美味しそう、うん、よいしょ、あ、やべやべやべ、あ、やべえ匂いがすげえいい匂いイカの匂いがしてきた。いつも我々が匂い攻撃を受けてる時の匂い。そうだね、うん、さあイカが着々と焼けております。ひっくり返してみる、うん、おお、これはうまそうじゃん。やばいです、ママこれ美味しそう。なんということでしょう。イカはさ、あんまり焼きすぎると硬くなるから、うんうんうん、もうこれで戻したらお醤油かけて食べた方がいい。お醤油、豆乳、うん、すごい匂い。どうぞ、いただきます。はい、俺ゲソ入り食べていいですか。うん、焼けてる、うん、柔らかい、うん、うまいね。うん、ゲソ美味しい、ゲソ美味しい。あ、大きいの取っちゃった。どうぞ。キレイホタテ、いい、はい、待て、ありがとうございます。で、これ、ごめん、ホタテとお待ちが一緒になっちゃった。今、私、捨ててとホタテが一緒、あ、捨てになっちゃった。これ、もう、いっちゃっていいの、これ。いっちゃっていいよ、このまま。油引く、
いらないよね。いらないかもしんないけど焦げちゃうかな。いいよ、このままいっちゃうよ。何匹いるのこれ。すごい匂いだな。うわすげえ、海の匂いがする。うん、磯の香りと言ってくれるね。え、磯の香りちゃんだ。サザエさんちは磯野さん、マスオさんは違う。磯野さんはサザエさんはフグダさん。フグダさん、カツオくんが磯野くん。カツオくんとカオリちゃんが結婚すると、もうちょっと待って、磯野香織、ね、磯野香織ちゃんになる。もっと待ってた方がいいかも。そろそろバター入れる。そうだね、どれぐらい。どうなんだろう、美味しいのかな。あんまり美味しい匂いがしない。美味しい匂いがしないね。食べてみます。いく。うん、もう大丈夫それ。うん、どうした。ジャリジャリしてる。ジャリジャリしてる。うん、マジか。貝柱だけにしようか。うんうん、美味しいね。いただきます。あ、うん、ジャリっていうね。ジャリっていうね、あれ焼いてジャリはダメだよね。うん、すごいね。うん、磯の香りというか、うん、ちょっと匂いすごいね。海臭いというか。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうでしたか。ホタテはちょっとでした。ホタテちょっと残念でしたね。はい、でもイカは美味しかったです。イカは美味しかった、うん、お肉も美味しかったです。お肉も美味しかった。お肉全部美味しかった、うんうん、というわけでうちはね今回も美味しゅうございました。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。一次会はじゃあこちらでお開きということで、はい、洗い物に行きたいと思いますので、はい、また後でお会いしましょう。